いいえ、それは私が許しません。君たちを危険な目に遭わせたくないんです。けれど、理由を突き止めてしまえば危険を排除できるかもしれませんのよ。ご存知でしょうが、地下には戦う術を持たねえ連中が5万といるんです。また襲撃があれば、次はそいつらにも手が及んじまうかも。それは承知しています。ですが、今は勝手な行動は控えてください。約束を。君たちはもう十分に傷ついてきた。これ以上危険な目に遭う必要はないんです。意外に頑固？コンスタンツェちゃんたちのことがよほど心配なんだろうね、あの人。心配はありがたいのですけれど、やはり根本を解決しなくては何も。あなた、ちょうどいいところに。畑に水油とはこのことですわね。さあ、地下に潜りますわよ、あなたたち。砲輩が私たちを待っていますわ。そう、大修道院のさらに奥深く、砲輩が眠るという封印の谷へ。コニーさ、アルフさんの話聞いてた？ええ、ですが、あの方だって本当はこの問題を解決したいと思っているはず。私たちで資源の砲輩を探し出し、教団に寄贈してしまいますのよ。敵の狙いが砲輩なら、それでアビスを襲う理由はなくなるはずではなくって？よくわからんが、その砲輩ってのは伝承によると封印されてるんだろう。仮に見つかったとしても封印が解けなきゃ持ち帰れないんじゃないか？それならそれで良いのですわ。封印の無事が確認できるわけですし。だが、その谷とやらはどこにあるんだ？そんなもん聞いたことねえぞ。実は私、新たな隠し通路を発見したのです。それも深く地下へとつながっていそうな。私の卓抜した嗅覚によれば、間違いなく封印の谷への道ですわよ。よくわからねえが、いいんじゃねえの？後輩なんぞに興味はねえが、そいつが見つかることでこの町が安全になるなら、俺はそれでいい。あなたたちも暇を持て余しているでしょ。当然手伝ってくださるわよね。まあまあ、これくらい付き合ってやってもいいんじゃないか。個人的には資源の後輩にも封印の谷にも興味がある。出発の時ですわ。ねえ、迷ってたりしませんよね？これもう3日くらい歩いてる気分なんですけど。3日って君、まだ半日も経ってないくらいじゃん。でも確かに、これ以上の時間をかけるなら水や食料にも懸念が出てくるわね。そうだな、もう少しだけ粘って、ダメなら引き返した方がいいな。しかしコンスタンツ、お前妙に砲輩にこだわっていないか？あら、何の話でしょう。私に他意などございませんわよ。甲を立てて教団に認められたいんだろう。取り潰された実家を立て直すためだとさ。なぜそれを知っているのかしら。あなたまさか私の身辺を勝手に探りましたの？口癖みてえに言ってるじゃねえか、お前。私の夢はヌーベル家の復興ですわって。おお、やっぱりコンスタンツさんってヌーベル家の元霊嬢なんですね。つい数年前まで帝国の西部にあった歴史ある子爵家ですよ。ヌーベル家は5年前に爵位を失ったの。戦役の責任を取ってね。まるで人ごとのようなおっしゃりようね。私にできるのは、何もできなかった父に代わってこの頭を下げることだけよ。あなたがそれを望むのならば。結構ですわよ。私が望むのはただ一つ。帝国を守るために誰より勇敢に戦い、命を落とした両親のため、
爵位を取り戻し、ヌーベル家を再興させ、かつての栄華を再び。アビスで日々を魔道の研究に費やすのも、全てはお家再興のためなのですわ。そうやって頑張った結果、地下生活を余儀なくされちゃうなんてね。近道遠回りっていうか、星の巡り合わせが悪いっていうか。何のことを言っているのかしら。あなたにあの私を見せたつもりは。おっと、帰らなくてよかったな。いよいよ谷底みたいだぜ。ここ大聖堂前の橋梁の下か。谷底にこんな場所が。はあ、いつも歩いてる橋梁を遥か下から見上げる日が来るとはね。ここが九段の封印の谷なのか。崩壊が封じられているっていう。そうだといいのですけれど。コンスタンツ、岩陰に隠れて何よ。崩壊を探さなくていいのかしら。ああもう、そちらに行けばよいのでしょう。行けば。あら、私、皆様に大変失礼な口を聞いてしまいましたわ。お詫びいたします。皆様の横に並び立つのもおこがましい。私は地面を掘って埋まっておきますわね。ああ、谷底でも日の元は日の元か。日に当たるとこうなるんだって。だからコニーは地下にこもってるわけ。私の船舶な知恵でここが封印の谷かどうかなど判然とするはずもありませんわ。おいおい、お宅はいいから足を動かしてくれよ。ほら元気出して、コニーが必要なんだって。ほーら。そこまでおっしゃらせてしまって、私は情けない気持ちでいっぱいでございます。はあ、もう一つの人格というのだろうか。ここまで斬新なものは初めて見たが。アビ、背中を押してやれ。先に進まねえと崩壊があるかどうかもわからねえぞ。はいはい、行くよ。おやめください。私の汚い背中に触れてはあなた様の手が。この魔力の気配、何かがありますわ。この先に封印。おかしいですね、何も感じませんけど。おや、ちょっと待った、何か動く音がする。どうやら仕掛けがあったようね。封印を守護しているのかしら。ほら。おっと、あれはなんだ。巨大な人形とでも言えばいいのか。状況はさっぱりつかめねえが、とにかくまずそうなことだけはわかるな。あれと勝ち殴りやったら面白えかな。久々に地位枠相手に出会ったぜ。おい、この俺が相手だ。その数体鉄板みてえに畳んでやるぜ。you
なってんだ。畳めば畳むだけ敵が湧き上がるぞ。これが砲台を守る仕掛けだったら何らかの方法で解除できるんじゃない？私の愚行を僭越ながら披露いたしますと、奥に複数ある装置が怪しいかと存じます。ああ、なんか鍵穴っぽいの見えるね。鍵を見つけて差し込めば良さそうじゃん。聖域の金を犯せし者も立ち去らぬならば滅す。聖域だと？いよいよ封印の谷めいてきやがったな。ああ、ヒルダちゃん鍵見つけたかも。あの大きな敵の体にくっついてない？あの太陽が私を暗い気持ちにさせるのですわ。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。はい、頑張ります。ぼちぼち動くか。切り込むか。
今金の落ちる音が。気のせいか。暴風厄災好きに読みな。また喧嘩が面白くなるな。私ですか？申し訳ないことをしましたわ。一丁やりますか。
悪いね。恐ろしいですわね。誰だと思ってやがる。この程度じゃ俺様は満足しねえぞ。
ないな。まだまだ強くなるぞ。Thank you.
また喧嘩が面白くなるな。まだ道は長い。お？この鍵、普通の鍵じゃねえな。間違ってもなくすんじゃねえぞ。
しな。さあ場数が違うんだよ。やるね。
これはこれでありか。俺の勝ちだ。
興味深い計略だね。勝機をつかむ。近づかないで。
理想にはまだまだ遠いな。ヒルシクラッセを甘く見てた？罠を見抜けぬとは、本当に私は愚昧ですわ。それに体を蝕む魔法まで、はあ、鍵は一本なのに穴が複数あると思ったら、そういうことかよ。いい性格だぜ。本当にね、あなたの考えそうな罠だわ。
れさん。想定通りの結果だな。悪いが俺の勝ちだ。成長の手応えありだ。ぼちぼち動くか。うわ、これも罠だったんですか。こんなの見分けがつきませんよ。残る装置はあと一つか。今度こそ仕掛けが止まればいいんだが。
正念場だ。この程度じゃ俺様は満足しねえぞ。ありがとね。汗かいたが仕掛けは止まったか。ここまでやって空振りってことはねえよな。そこさ、岩に紋章っぽいのがかかる。わっ、な、何？これは紋章の反応。岩が光を放って